にちは皆さん、くしくみに来てくれてありがとう。今日はもう一回ラブラーズ行ってもう一個のミールキット買いました。最後のすごいデリシオーソーだったから、でも今度はパスタのやつです。このパスタは私の大好きなパスタだけど、皆さんの好きなパスタフレーバーをコメントで言ってね。開けましょう。今度は何やるんかな。開いたら私の一番好きなチーズ入ってたんだよ。すごい嬉しいの。ビーフスパイスミックス。おー、ママ、ママの好きなスパイシーのパスタの赤いやつ入ってるよ。それかな、わかんないけど。あとはパスタのソースとパスタなかったら。あとはビーフです。じゃじゃん。Instructions はどこですか？入ってない。どうすんの？一番変なところにあったの。このソースの後ろ、このボックスのサイドにありました。なんで？私泣きそうだった。最初は heat two teaspoons。 じゃあ今からグラウンドビーフのソースを作りまーす。わミックスも入れまーす。このソースを入れます。次はこのもうこれも焼いてるパスタだからこれ入れます。このパルメザンチーズを全部入れないで半分だけ入れます。覚えてる？青いパッケージも隠してるパスタ。あったね。私も食べたけど、すごいうまくかった。つけます。盛り付けましょう。最初はママのする。どんなにいるか、ストップ言ってね。じゃあチーズつけましょう。それではチーズ終わりました。だから全部終わりました。美味しそうだけどパスタ一番怖いの。美味しそうだけどこのパスタもうちょっと何か1分か2分濃くしたらもっと美味しいと思う。ちょっと
硬いの。でもまだ美味しいの。パスタがニュキニュキして。じゃあ、いただきます。バイバイ。